いやー、マジかと、こんなにもアニメに来てくれんと困るアニメあります？どうも、リトです。今回ですね、タクイチ深夜2に最終回、12話を迎えました。こちらの作品、時効代にリンククリックの、最終回の正直する感想ですね。いつも通り、いつも長く、最初に生話して、コメントは愛で、感想の話していきたいなと思います。最初ね、ネタ話して感想の話してきますんで、この先まだ見たことない方、最終話見れてない方も、ね、安心して聞いていただける幸いです。ということで、やばかったっすね、最終回。もう、この先、なんか1話とかの放送前から最終回がやばいぞとか、賛否分かれるかも、みたいな話はずっと聞いてて、やっぱ前回とかの時の感想は、この先毎週感想とかも上げさせていただいてますから、で、コメント欄で最終回やばいぞと、まずすげえ回来るぞっていうのは、まあ聞いてて、で、まあ2期ありきの終わり方、みたいな話も聞いてたんですけど、どういう風に終わるのか、と思ってたところ、今回の正直な感想ですね。まずネタバレなしで感想、結論から入っていきたいと思います。で、今回まあ賛否は正直分かれるのかなっていうところで、僕自身どうだったかっていうところなんですけど、正直ですね、めちゃんこもろかったっすね。もう早く2期見たいわ と思いました。いやー、ほんともう、全部が予想外、もうひたすら予想外の方向に行き続けた結果、そう来るかと。もうこれは確かに2期ありきの終わり方ですわ。で、この終わり方が正直賛否を呼ぶというか、まあ1期でしっかり終わってほしかった人もいらっしゃると思うけど、個人的にはもうすでに2期決まってるじゃないですか。決まってんですよ。もともとね、その中国バージョンでは。で、なんか、時効だれに1期が放送され終わった後、2期がどうやって発表されたのかちょっと今、詳しくないからあれなんですけど、まあ、すぐ発表されたんだったら別に全然この終わり方でいいんじゃないかなって、別に2期ある人が別に2クルメみたいな感じ、正直分割に来るみたいな感じなのかなと思うので、ただただ僕が思うのは、アニメ2期、日本でぜひやってください。お願いします。ね、予告出てまして、見ました。中国語で喋ってる。初めてね、トキたちが中国語で喋ってるの見ましたけど、やばいね。予告別に言葉よくわからんけど、わかるんですよ。状況がやばさがね。ちょっとこれ、最終回見た方、ちょっと予告とかもね、上がってるんで、YouTube とかで、もう見てみてください。やばかった。ちょっとマジ早く見て、というのはね、もうひとまず思ったし、すごかったやつ。なんか、泣きましたね。ほんとなんかすごい、もう、涙腺に来る描写もあり、予想外に描写もあり、ワクワクする描写もありっていう項で、まあ、構成としても非常にうまかったし、もうただただ2期が楽しみになる。まあその上でもちろんね、一つの話としてもうまく、まあ締めてはないかな、やっぱ締めてはないですね。2期ありきの終わり方だとは思うんですけど、すごかったです。めちゃくちゃ面白かったね。まあ、やっぱワンクール通して、中華アニメでこんなおもろいの来るんだっていう、日本のアニメやばいんじゃないっていうぐらい、やっぱすごい、面白かったなと思います。で、今回、僕自身 Amazon プライムの配信バージョン見たんですけど、30分超えてるぐらいなんですよ、今回のアニメ1話って。で、地上波じゃ結構カットされてるシーンがあるみたいなんで、各種配信サービスももう31ぐらいから始まるのかな、配信が。で、Amazon プライムがもうすでに一番配信も始まってますんで、まあ、気になったらぜひアマプラで見るのいいんじゃないでしょうか。やっぱ地上波だとね、結構、なんか中間、日本のアニメだとそうそうないんですけど、なんか、海外とかのアニメだと結構尺を都合でカットされたりすることがあるらしいんでね。僕もそんな詳しくなかった。結構僕配信で見てるからいつも。あんま気にしなかったんですけど。っていうことなんでぜひね、地上波しか見てないよって方は、配信見てみてください。いや、すごかったっす。めっちゃおもろかったっすわ。でもなんか、感情ぐちゃぐちゃ的な感じでしたね。やっぱ喜怒哀楽がこの30分間に詰め込まれすぎてて、うわ、めっちゃええ話、最高、時効だりつらーとかね、思いながらの、とかなんかもう、振れ幅がすごかった、今回の会話。でもまあ、総じて言えばめちゃくちゃ面白かったし、僕はこういう終わり方も全然ありだと思います。まあ、これ例えば1期終わって2期来るか分かりませんとかあったら、ちょっとあれなんだけど、別に2期決まっ、まあ、多分、ねえ、中国バージョンもすぐ決まったんじゃない？まあ、それとも、もう速攻で決まってたのか、もともと決まってたのか、ちょっとわからないですけど、まあ、分割に来る的な感じなのかなっていうのは、僕は今のところの印象ですし、まあ、本当に、2期、楽しみだなと。日本でマジでやってほしいなっていうのはね、すごい、思いました。で、この作品、やっぱ2期、マジで早く見ないとねっていうのは、原作があるわけじゃないので、もう、まあ、中国バージョン見るってのはできるんだけど、まあ、せっかくこれで日本語訳バージョンでね、声優さんもハマってます。非常にいいと思ってますんで、で、吹き替えなんか違和感とかも一ミリも感じてないから、
やっぱ日本バージョンで見たいし、まあ、もっと言えば、ね、2期の PV とかも日本バージョン、まあまあ、2期がね、日本で放送決まれば、多分日本語バージョンのも来ると思うんですけど、うん、そういうのをね、ひとまず心待ちにしたいなと思います。まあ、ひとまずね、めちゃくちゃ面白かったです。個人的にはもう、賛否分かれるかなと思うけど、僕はもうただただ面白いというか、そう来たかっていうのが、すごい思いましたね。はい。素晴らしかったと思います。2期、お願いします。ね、地上波で見た方は、ぜひね、配信で見てみてください。はい。ということで、ダメなしね。感想はこれぐらいにしましょう。これではありの感想というかね、話していきたいと思います。ね、感想を話していきますので、ここからぜひ最新話、最終話まで見ていただいてから見ていただけると嬉しいです。いや、ほんとね、この先、毎話毎話予想外の方向に行くし、前の話とか1話どんどん繋がって、これがすげえ面白いんで見てながら、マジで見てほしいなと思います。はい。ということで、ネタバレの感想入っていきたいと思います。ネタバレの感想としましては、やっぱラストか。てか、やっぱ、リュウミ、まあ、犯人が確定したかと思ったら結局しないっていうのが、まあ、最終回で、まあ、完全に2期ありき、最後、リンちゃんにヒカルが刺されて、おわ、ちょっと、これ予想できんだろ、ちょ、マジでびっくりしたとき、もうやばかったね、もう、ってなったし、2期の PV はまたね、ちょっとこれはもう盛り上がるしかないっていう作りになってましたね。いやー、まさか時が絶望の淵で、もうエマがね、まさかの、結局エマ、時がエマをね、引き止めることに成功したかと思って、なんでこれでじゃあエマは死んでしまったのか、結局あのリュウミンの乗り移ってるやつなんですよね。んで、やっぱそもそも写真に入るとか観測するみたいな能力がある時点で、なんかある程度能力もの系のアニメだっていうのを認識しておく必要があったなってね、やっぱ思ったんだけど、まあ、乗り移れるんでしょうね、人に。で、まあ、その乗り移れる人に条件があるのかとか、その辺はちょっとね、まだ、まあ、今後明らかになるんじゃないかなと思うんですけど、まず、本に確認した限りでも、リュウミンとエマとリンちゃんにね、乗り移ってた、あいつが真犯人ですよ。で、まあ、チートすぎない、普通にやって。いや、これはさすがにちょっと賛否分かれるかもしれないんだけど、だって、リュウミンとか半身不随でね、あれ乗り移ったら普通に歩けちゃってるからね。うん。で、なんか、痛みを感じないみたいな描写も、時と、リュウミンとの対決でなんかあって、なんか、ちっとも痛くもねえ、みたいなこと言ってた時があったから、なんか、痛覚とか感じないのかな、ちょっと思ったりました。だから半身不随でも歩けんのか、でも、半身不随ってそういう問題じゃないか、でも。どういうことなんだろうね、あれは。まあまあ、多分、関係なくなるんでしょうね。乗り移ったらえげつないチート能力だなと思いつつ、で、リンちゃんに関しては、まあ、ヒカルを刺してる。うん。で、エマに関してはもう自分から飛び降りて、まあ、死んでる。最後、あれか、リュウミンも自殺するような描写がありましたよね。うん、っていうとこで、まあ、リュウミン、だからこれまでの事件も、なんか本当もう自殺、もう限りなく自殺に見せかけた殺人みたいな感じで、連続殺人、無差別殺人が描かれ、その中でエマのね、察しだけはすごい手がかりがあって、リュウミン目撃者もあってっていうのが話だったんですけど、うん、やっぱその、まあ、エマに関しては確実に今不足の事態ですね、元の真犯人に関しても。で、それ以外はじゃあ、リュウミンが乗り移って自殺してたのかなとか、まあ、やっぱいろんな構図もできるところで、まあ、そういうなんか、他の話にもやっぱ繋がってくるし、で、今回やっぱその、リュウミンがこれまで殺してきた人の過去みたいな描写もあって、で、トキがね、あれかっこよかったですよね、トキと、ね、リュウミンのバトルシーンで、トキがこう、ね、いろんな写真の中に入りながら、で、それで攻撃に生かしつつ、いろんなキャラの過去を見ていったりとか、もうすごかったですね。あそこ、あんな戦い方思いつくかって感じだったんだけど、いや、あそこは鳥肌もんだったんですけど、やっぱ最後でもう度肝抜かれちゃったね。まあ、そう来るのみたいなね。こいつ、もしかしたらなんかこの人もタイムリープ能力とかなんか持ってんじゃねえかっていう考察はあったと思うんだけど、まさか乗り移る能力みたいな感じで、あ、そういうことかというのがね、なんかすごい、思いました。で、やっぱ今回あと、めちゃくちゃ思ったのは、エマちゃんが、まあ、本当に自殺しようとしてたっていうところは、結構まあ僕は割と、まあ、衝撃を受けたというか、やっぱリュウミンに殺されたもんだと思ってて、どういう不安なトリックで殺したんだろうと、まあ、結局殺されたんだけど、結局自殺っていうか、飛び降りられちゃって死んじゃったのはね、リュウミンによる、リュウミンっていうか、中にいる真犯人によるものなんだけど、うん、やっぱなんかそのエマも本当やっぱすごい自殺するほど追い詰められてたっていうのは、やっぱ一夜からも分かったことなんだけど、やっぱ、一話のなんか最後ってやっぱお母さんとかに、まあね、時が連絡をして、やっぱそのなんか救われたというか、親にね、すがるような最後があって、そこでやっぱ、両親に会えずに、ね、リュウミンにね、まあいろいろ、まあ会えて結局捕まってしまった。で、あれ結局事故を起こして、その時にリュウミンが半身不随になってるんで、まあ全部がほんと繋がってくる回で、やっぱすごかったね、今回の。っていうのは思ったんですけど、で、やっぱその、
で、なんか僕はわりかし1話のエマってなんか最終的にある程度前向きになったというか救われたようなイメージを持ってたんだけど、やっぱすごい辛い目に遭ってるのが今回わかる回で、うん。で、やっぱエマって本当に自殺しようとしてしまったんだなっていうのがね、わかってくる。で、それを、まさかトキが引き止めてたっていうか、そんな、そういうことみたいなね。ね。いや、なんか本当ここに繋がってくるのがめちゃくちゃ面白かったですよね。うん、で、エマに関しては、まあ、チュエダーゲームの財務データの CFO が、まあ、不正してると、まあ、虚偽の申告、なんか2つ作って、減価償却費を1つめちゃくちゃ大きくして、めちゃくちゃな数字出してるというのをね、自分はお金もらっちゃって、で、隠しちゃったわけですよ。やっぱそこのすごい罪悪感とかもあり、で、エマは捕まってないわけですからね。っていうのもあったり、セクハラ受けてたんですね、あれ。やっぱ時だからあれ、ね、パンってやってただけなんですよね。実際もそうだと思ったけど、実際多分ね、まあ、もっとひどいことされてたんでしょうね、とか両親のすごい期待があって、でもなんか本当のことを言い出せずにどんどんなんか周りのなんか声だけ上がってってとか、なんかそのエマのすごい辛いシーンで、まあ今もうね、あのチュエダーゲームも離れてた、離れてた時も離れるか、これから離れるとか、うん、で、その上でリューミンっていうとんでもない犯人にもうあらぬもない疑いをかけられてね、もう自分をネットでめちゃくちゃ言われてるだの、お金を取ってるだの、まあ取ってないでしょうね、だから。で、やっぱすごい絶望してしまった。もう本当、また一からやり直せたいと私もできるならっていうのを特に言ってたし、その中、時が説得していく描写、必ず光をくれる人が現れるんだ、時にとって、その、リンちゃんとか光みたいな存在で、ここもすごい良かったんだけど、時が引き止めるシーンもすごい良かったし、やっぱエマちゃんの本当の、なんか、すごい悩み、辛さを言ってくる。で、やっぱあれが1話から出てるキャラなんですよね。やっぱここのつながりがやっぱすごいなっていうのは思ったし、いや面白すぎましたね。うん、面白すぎた。まあ今回前半はね、まあ、前回種明かし的な、まあ、感じで、まあ、時もねしっかりあれ、なんか光る時なんかね、なんか意思疎通なんかね、見えないなんか意思疎通でアウンの呼吸とか思ったらしっかり時話してたんですね、光るにね。なんか作戦の全貌とか、時がね、メッセージとか9番のことを読み解いて、あの時俺こうやってやったんじゃないかっていうので行動を起こしていくっていうところは、まあ、しっかりね伏線化も回収されてたので、多分前回よくわからんかった人もわかったんじゃないかなっていうのは思いますし、まあ、全くねご都合主義とかないと思いますよ、この先。まあ、ある程度なんていうの、能力者だからちょっとむちゃくちゃなところはあるんだけど、そこまでありかっていうところはあるんだけど、まあ、基本的に確定してない事象あったらなんかなんとかできる可能性があるんですね。だから死とかみたいな確定してる事象はどうしようもなくて、エマの死も結局もう確定してたもので、で、ヒカルもすごいおかしく思ってたじゃないですか。え、これな、え、死のはずない、なんで帰れるんだみたいな、やったらやっぱ最後リューミンっていうか真犯人が乗り移って自殺するとか、まあやばくない、あれ時あんな見てたし、あれ頭おかしくない、あんな見た後にヒカル刺されたの見たらもう、で、リンちゃんに犯人が乗り移って終了と、やばない、何この終わり方。いや、結構こういう終わり方別に好きなんでね。いや、まず2期来てくれよ、別に。2期来なかったらちょっと怒るけど。いや、ちょっとどこじゃないんだよ。2期来なかったら絶望しますけど。もう、いや、そしたらまあ字幕バージョンで見ればいいかって感じがするけど。いや、すごかったっすね。めちゃくちゃ面白かったです。そうして、もう、時と犯人のバトルシーンに関しても、エマの回想シーンに関しても、まあね、時と、ヒカルのね、作戦、話し合うシーンに関しても、まあ、シャンシャンは結局無事で本当良かったなと、お前してどう見ても結ばれたみたいな感じでね、描写もあって、いや、良かったと思いましたが、いやー、すごかったっすね。まさかシャンシャンはあんま絡めてこずにこんなに今メインでやってこんなおもろいんやみたいな。で、リューミンって犯人がマジとんでもなすぎる。ルーミンっていうか、あの中のやつが誰なんだって、あの真犯人もやっぱ気になるところで、まあ結局あれは描かれてないキャラになるのかな、これまで。ちょっとね、やっぱまだまだ気になる要素もあるし、2期もめちゃくちゃこれ楽しみだね。すごかったです。もうただただ面白すぎんなと思いましたし、やっぱオープニングとかエンディングもめちゃくちゃおしゃれで、エンディングもね、いいっすね。てれれれれれって、音程うまく取れないんだけど、あれ。てれれれれれんててててて、これエンディングの入り方もすごいし、オープニングもめちゃくちゃおしゃれで、そういう面でもね、素晴らしかったなと。めちゃくちゃ面白かったなと。最高でした。こんな面白い中華アニメに出会えて、ほんとただただありがとうと思いました。はい。まあ、今思ってたらマジ2期、マジ来てくれと。日本語訳版で見たいですということなんで、2期、お願いします。制作陣の皆さん、マジ待ってますよ、僕。ほんとに。てかみんな待ってると思うけど、いや、すごかったっすね。ほんとに。そうだな。そう、あ、なんか、
特にね、なんかこれどうなんみたいなもなかったし、もうただただ面白かったなと思いました、うん、で、リンちゃんがここに来てこう巻き込まれちゃうみたいなのがなんかね、またリンちゃんがそのトキとヒカルの2人のこの真実というかこうやって活動したの知って私見させてもらうよって聞いた結果こうなってしまうっていうか、なんかここのやっぱその辛さみたいなのもあったし、うまかったっすね、うまかったっす。あとはトキがエマを説得する中で出てくるこれまでの回想シーンですよね。あそこもやっぱすごい来るものがあって、まあ泣いちゃうとこもあったんですけど、やっぱこれまでの話がめちゃくちゃ面白いからこそ、トキがこういったエピソードがある、こういった人たちもいるんだと、みんなやり直したいとかいう思いを持ってるんだぞっていう話がやっぱすごい説得力も出てくるし、すごいやっぱ心に来るものになってる。で、まあ結果的にそれがエマに響いてくるんですけど、やっぱここの描写もね、めちゃくちゃ良かったし、やっぱこれまでの話が面白いからこそより最終話めちゃくちゃ面白くなってんなと、感動できるものに、うん、なんかすごい心に響くものになってんなっていうのはね、思いました。いやー、ヒカルは大丈夫なのか、これは。さすがに死ぬってことないとは思ってるけどね、と、ヒカルの安否にもね、非常に気になるところですが、いやー、まあ、とにかくね、マジ、面白かったです。に決まってます。はい。ということで、今回の時効代理人最終回の、正直すぎる感想は以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いや、これはね、マジで見た方がいいわ。見てないからマジで見た方がいい。こんなおもろいアニメはならないぞと。うん。というところでね、締めたいと思います。ぜひね、皆さんの最終回まで見た感想もね、コメント欄の方いただけると嬉しいです。私にとってもそうですね。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。僕自身ですね、普段こういった、アニメの感想以外にもランキングとか情報、また漫画の紹介もやってます。ぜひこの機に、チャンネル動画で高評価をしていただけたら嬉しいですね。もしね、これは自己代理に来たらもちろんね、感想とかやっていこうと思ってます。非常に楽しみに待ちたいなと思います。どうなってしまうのか、犯人は誰なのか、まだまだ謎はたくさんあるのでね。いやーでもやっぱ今んとこ辛かったっすね。あの両親のとこに関してもね。いやーすげえ辛かったし、まあ、トキがエマを引き止めるシーンはめちゃくちゃ良かったし、ほんと喜怒哀楽に溢れてた、最終回にふさわしい回だったんじゃないかなと思いました。ということで、締めたいと思います。本当ですね。皆さんここまでご視聴いただきありがとうございます。そして、制作陣の皆さん、ここまでお疲れ様でした。2期待ってます。